Rallies.皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。28日より開幕した全農杯全日本ほかばは大会2日目で各カテゴリーのベスト8が出揃いました。男子ホープスのランク入りを決めた8選手と準々決勝の組み合わせはご覧の通りです。第1シードの大野選手、第2シードの小林選手、3回戦でのサウスポー対決を制した柴田選手と木下アカデミーは3選手が勝ち残っています。 TT 埼玉の紀宝選手は昨年の下部王者の原沢選手のブロックとカウンターに苦しめられるもツッツキやロビングと粘りの卓球を見せて 0-2 から大逆転で8入りを決めています。女子ホープスのランク入りを決めた8選手と準々決勝の組み合わせはご覧の通りです。第1シードを下した大山選手や卓球界のサラブレッド小西選手、石田卓球 N プラスの石田選手らが勝ち残っています。男子下部のランク入りを決めた8選手と準々決勝の組み合わせはご覧の通りです。第1シードを破った岡谷ジュニアの重田選手や川口洋洋さんの息子である川口日向選手らが準々決勝に駒を進めています。女子下部のランク入りを決めた8選手と準々決勝の組み合わせはご覧の通りです。第1シードの T リーガー松島選手、サウスポーからのしゃがみ込みサービスで得点を重ねた榎本選手らが8入りを決めています。バンビのランク入りを決めた男女8選手と準々決勝の組み合わせはご覧の通りです。各トーナメントの勝ち上がりはラリーズの記事で紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。30日には準々決勝以降が行われ、各カテゴリーの優勝が決まります。果たしてどの選手が栄冠を手にするのでしょうか。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。 Rallies